皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、ナンバー23番の日産スカイラインセーフティーカーです。スケール六62分の1でアクション、サスペンションとサイドは開閉になります。それでは開封していきます。 コミカニュースが入ってました。時間短縮のため、収録させていただきます。こちらですね。で、前はこんな感じになっています。フロントの部分には、日産のロゴマーク、エンベレムが書かれています。で、後ろはこんな感じです。 真ん中の部分には日産のロゴマークエンベルムが書かれています。その下にはセーフティーカーという文字が書かれていますね。英語で書かれています。で、上はこんな感じで、ボンネットの部分には日産の文字が書かれています。その下にはモータースポーツと書かれています。で、あとフロントガラスの部分にはスカイラインという文字が書かれていますね。英語で書かれています。あと後ろの方には セーフティーカーと書かれています。英語で書かれています。で、下はこんな感じになっています。メインダイ・ンチャイナ、中国製になります。で、ナンバーは8番になってますね。で箱では23番と書かれているんですが、本体の方には、まあ、ナンバー8番と書かれています。まあ、おそらく元々の数字だと思います。で、スケールは62分の1になります。で、日産スカイ・レインと英語で書かれています。 で、2001年生のトミカになります。で、トミトミカという文字も書かれていますね。英語で書かれています。あと、側面の方には、スカイラインと書かれていますね。で、その下には、セーフティーカーと書かれています。で、あと、こちらに、ニスモという文字が書かれていますね。英語で書かれています。反対側も同じです。で、アクションは、サスペンションと、左右、ドア開閉になります。 で、内装はこんな感じです。で、あと、タイヤのホイールも通常の止み方とは違いますね。反対側も同じです。で、走りはこんな感じです。えー、以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。